どうもインターン生の大熊です。今回もアクションゲーム紹介していきたいと思います。いやこちらですね、今回のアクションゲーム、こちらデストロイヤー、30秒であなたはどれだけ倒せますかみたいな、30秒でどこまで倒せますかですね。失礼いたしました。こちらのゲームをやっていきたいと思います。お願いします。はい、ではこちらですね、デストロイヤー30秒でどこまで倒せますか、やっていきたいと思います。こちらなんですけども、タイトル画面みたいなのがなくて、もうアプリを始めてしまうとすぐに始まってしまうんで、このような画面になっております。シューティングゲームでして、一応シューティングアクションゲームとしてアクションゲームなので紹介していきます。そこはご了承ください。ですの、そしてですね、こちらのゲーム、なんとストーリーがありまして、ちょっと謎の声をたどっていくみたいなストーリーですね。とりあえずやってみます。まあ、いろんな助けてみたいな、あるんですけども、第一章目覚め。時間がないと言われてしまいますね。で、なぜか敵が迫っていて30秒で対処しろと言われます。なかなかの鬼畜設定ですね。で、こちらがゲーム画面です。はい。今動いてるのが、これ敵ですね。こいつらを倒せと言っています。じゃあ、やってみますか。触ったら、そこから30秒が始まるので、やっていきます。弾は勝手に発射されまして、タップして避けつつ攻撃を行います。なかなか難しいです。攻撃を当たってしまうと、ちょっと当たりますね、攻撃が当たってしまうと5秒時間が経ってしまうんですね。ですので攻撃はできるだけ当たらない方がいいですね。はい、もう30秒終わりです。敵が全然倒せない、どうしようっていうことになるので、声の天の声からどうしたらいいか教えてくれます。で、ここの倒せば倒すほどメモリがたまるってことを教えてくれて、一応だから能力強化ですねができます。まあ言われるがままに能力強化をしてみます。で、こちらの矢印ボタンを押すと、また敵との戦いが始まります。また30秒戦えることができます。はい。今度また強化したんで、敵ガンガン倒すことができます。それでですね、敵をある程度一定数倒しますと、敵がどんどん出てくるんですね。終わらないんですよ。30秒経つまでは。で、こちらですね。力が解放されるって言ってますけど、全体攻撃になります。はい、これは第1章ですかね。これ最初のボスですね。と体力ゲージありまして、それを完璧に削り切らないと、次のステージっていうか次の敵は現れません。これもなかなかの強化がいるんで大変ですね。はい、先ほどより多く敵を倒せましたか。で、この声の主は誰なのかっていう、よくわからないんですよね。で、こちらなんですけれども、ちょっと最初に説明が少しあっただけで、全然わかんないですよね。一応こちら、僕の方から説明させていただきますと、一番上が攻撃力、3番目が、時期の大きさ、2番目ですね。2番目が時期の大きさ、3番目が、呼気の、呼吸を作成する。で、こちらの4番目がボムでして、全体攻撃の攻撃力になりますね。いずれも強化すると、これからのゲームを有利に進めていくことになるので、いいんじゃないかなと思われます。ちょっと音を上げるの忘れたんで、今から音を上げてまたやってみます。はい。じゃあまたやっていきます。強化は、じゃあとりあえず攻撃力、呼気を作って攻撃力をガン上げします。まだいけたか。力も上げて。はい。
やっぱりあれなんですね。音楽はちょっと前、普段音楽音上げないんですけども、ちょっとやっぱり悲しげな感じの BGM なんですね。攻撃当たった時の音なのもいいですね。わかりやすいです。ちょっと実は僕この先とかも行ったことあるんですけども、これ新上のとこですね、こちら新高度を荒らしておりまして、だいたい緑のとこまでは行ったことがありまして、なかなかそこからは抜けられなくて苦戦して、まあ今回撮影用にまた初期化したんですけども、だんだん進んでいきますと敵の方位とかが見えないんで、音を上げた方がこのゲーム分かりやすいですね。ちょっと最初の方ですか、ちょっと最後ボス撃破は難しいと思うんですね。まあ難しいみたいな。である程度やっていますと、こちらのプレゼント届きまして、なんかよくある広告動画を見るとまたポイントがもらえて、そちらのポイントを使ってまた強化できるなんてこともできるのでおすすめですね。あとこちらなんですけども、強化値が今121ポイントあるから、メモリですね、121メモリあるから強化できるとかあるんですけども、これから100万とか僕とか、超とか、K とか行くらしいんで、もう本当にこのゲーム終わりがないんじゃないかなって思います。もうそこまではちょっと僕は行けてないんで、まだ何万とか、何千万とかなら行ったんですけども、その世界もちょっと行ってみたいとは思うんですけど、ちょっと自分では難しいですね。皆さんの手で一度行っていただきたいと思います。で、こちらのゲームの画面紹介終わりたいと思います。はい、デストロイヤーでした。いかがでしたでしょうか。こちらのゲームですね、30秒で全てが決まってしまうんで、1回でサクッと終わって、また強化してのやり直しのちょっとループなんですけども、まあ好きな方は好きなんじゃないかなと思います。まあでもずっとダラダラ続くよりは僕は全然好きですね。はい、よければダウンロードしてみてください。お願いします。ありがとうございました。